百武金行から1884年12月21日は日本の洋画家、外交官、日本で最初に洋画、ラフ像を描いた人物、フランスで初めて洋画を学んだ日本人と言われる、竜像寺氏に仕えた戦国武将の百武県県の直系の子孫にあたる幕末、明治維新を経て1871年、岩倉施設団を皮切りに、 計算回答し、この対応期間中に洋画を学び制作活動を行う。本来は画家ではなく外務書機関であり、また帰国後には農商務省へ出資した政府役人である。そのため日本美術史において日本人初の洋画家として評価が確立されていない。また、日本人で最初にオックスフォード大学へ留学した人物の一人でもある。 百武検定の次男として1842年佐賀、城下、片田豪に生まれる、陽名を安太郎。父検定は、佐賀藩京都留助、有田皿山大官などを務め、有田にゴットフリード・ワグネルを招くなどして、時期政法の改良に尽力した佐賀藩士でもある。百武金行が8歳の時、幕末の4健康の一人として名高い、非全国佐賀藩十代藩主。 鍋島直政から鍋島直弘のお相手役に選ばれ、四歳年少の直弘からは、兄のように慕われ信頼される、マンドリンを持つ少女鍋島法、伊佐尾改造1871年の1874年、第一次は、岩倉施設団にて、鍋島直弘の身の回りの世話役としてと、アメリカを経て、ロンドンに赴き、オックスフォード大学で、鍋島直弘は、 文学研究、百武金行は経済学を学ぶが、1874年に発生した佐賀の乱により帰国することになる。1874年から1879年1874年、佐賀の乱鎮静化のために、鍋島直弘と共に帰国したが、帰国時には乱はすでに沈静されていた。このため同年のうちに、再びとえ、ロンドンでは主に風景が、 パリでは、人物画の技法を学ぶ。1875年から、鍋島直弘夫人、陰死の油絵稽古のお相手役として、英国画家リチャードソンから学ぶ。初めて洋画を学んだのは、百武金行が33歳の時であり、しかも翌年の1876年には、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に作品が入選する。代表的なものに、バーナード・ジョーがある。 1878年に、鍋島直弘夫妻が帰国した後、鍋島の命でパリに泊まり、本格的に洋画技術を習得するために、美術学校教授でアカデミー派の親のレオン・ボナに指示する。1879年にパリから帰国する。1880年から1882年、中位講師となった鍋島直弘に随行し、外務書機関として、 ローマに赴く、東欧の際、工部大学校で洋画を指導していた、外国人教師、アントニオ・フォンタネージの生徒である、松岡寿も同行した。また不妊児には、同学校の教師として、三助番にお推挙している。ローマでの百武金行は、公務の傍ら外中にアトリエを借り、はじめレオンボナの友人の中論、そして、中論の紹介を得て、 王立ローマ美術学校名誉教授チェーザレマッカリの指導を受ける。ちなみに、この不妊児に描いたフセラフは日本人が油絵で描いた最初のラフと言われる。1882年に帰国して農商務省に出資するが、間もなく肺結核を患い、佐賀へ戻り、そのまま1884年に42歳で没した。残された作品も数が少なく約40点ほどと、 言われている。ありがとうございます。